あ、もしもし、こんにちは。お疲れ、宇宙から帰ってきました。お疲れ様です。宇宙からお帰りなさい。すいません、宇宙にいました。まあ祭りはね、今ちょっとまだ戻れてない状態なんですけど。はい。ね、なんでそんなになっちゃったんですか。これはなんかあれだね、祭りがいい子にしてなかったからちょっと噛まれた、はい、ゾンビに。あー、なるほど。そうなの。早く、まあ、祭りの、まあそうだね、これ無実を証明できたらいいワクチンがもらえるんですよ。まあじゃあノエタンから、まあセクハラエピソードはないと思うんですけど、まあもしあったら聞いてもいいですか。まあなかったら全然褒め言葉をいただいても全然いいんですよ。まつり先輩が団長にってことですよね。うん、どこからどこまで話せばいいんでしょうか。そんなにある？そんな、はいじゃないよ。はいじゃないよ。セクハラ、まずデビュー当初初めて会った時におっぱいも揉まれたし、あ、初めて見たんだもん、こんな大きいの。はい、なるほど。あと、まあ、つい最近会った時もなんかあれですね、なんかさ、いろいろ太ももとか触ってきたりとかあったり。あ、違う、でも、でも実は団長求めてたからね。そう、でも団長、正直まつり先輩ほらデビュー当初からね、その母性がなんかまつり先輩すごいって言ったじゃないですか、うんうんうん、そうなんか、うんうん、まつり先輩団長にとってなんかお母さんじゃないけど、そうお姉さんとか、そうママ身を感じてて、そう団長がすごい緊張してる中、それね、そのおっぱいを揉んだりとか足をさすることによって緊張をほぐすみたいな、そういう感じだったんじゃないかなと。じゃあもうセーフってこと？ってこと？セーフってこと？あ、じゃあノエタン今度お泊まり会しよう、しましょう。ちょっと怖い。待って、大丈夫、パジャマ忘れてくから貸して。いいですよ、パジャマ。わかった、じゃあ下着も、下着やブラ貸して、ブラ、はい、ブラかぶらせて。自分からそんな、ちょっとやっぱ話長かったこと、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘です。オロがね、ド M だね。 You are 変態、バカ変態、うるさい、もう知らない、これでいい、ピアン